修霊が入室しました。あ、修霊さんこんばんは。こんな遅い時間にようこそお越しいただきました。下粒が入室しました。あ、下粒さんこんばんは。修霊はいはい。こんな遅い時間に皆さんよくお越しに。あ、ゆきさんこんばんは。ですね、こんばんは。今日はというか今日も今日とてガチャ配信をします。こんばんは、橋姫さんのお時間です。ということで早速ですが軽くガチャを見ていきましょうか。今回回すのはこちらですね。部門の源流ガチャですね。癒着ね、してほしいですけどね、どうなることやらですね。まあ、ガチャ見ていきましょうか。まず、今回の大目玉ですね。大目玉が、まあ、橋姫というか、この雷光さんですね。源の頼光さんですね。この方、こっちじゃなくて、あっちに見た方がいいかな。服が透けてない。この方ですね。まず、特性が、朝廷の守護者、武器の効果が 150% 増加、敵の数だけをダメージ増加、5% ずつということで、すごい強い特性だなと思いますね。うん。武器無欠 150% に、獅子粉塵系で 5% ついてるということなので、うん、まあ、すごい、使いやすい方かなと思いますね。粉塵系の、マジですか。それはちょっと悲しいですね。まあ軽く粉塵系の特性乗るやつ、フランの志とか乗して、使ってあげるのもいいと思いますし、まあ非常に使いやすい、癖のない特性なのかなと思いますね。うん。で、スキル、凍滅陣雷ですね。敵ランダム4体に、物理攻撃を行い、さらに生命力1を置いて切った絵の、物理攻撃を3回行うということですね。まあ、計4回の攻撃になるという形でしょうか。倍率が、今ちょっと息を見てるんですが、これか。うん。判明してない。どの中がツイートされてたかもしれないですけど、ちょっと僕、見損ねてるのもあって、ちょっと倍率を存じないんですが、とりあえず確か全部当てたら 3.2 倍かなんかになるっていうのはなんか、ガチャのページに書いてあったかなと思いますね。これか。うん。最大1対 3.2 倍ということで、まあ、範囲アタッカー兼ボスアタッカーとして、非常に使いやすいオーソドックスな特性かなと思います。はい。あ、そうなんですね。で、海岸特性、海位圧災という、まあ、特殊な海岸特性ですね、この方は。久しくなかった。星5戦国武将以外では初めてですかね。固有海岸ですね。隣接する武将の数だけのダメージが少し増加、騎兵のダメージが少し増加という非常に強い特性ですよね。うん。まあ、本人の朝廷の守護者と、あ、隣接 5% ですか。うん、強いですね。本人のこのね、獅子粉塵の、部分と合わせれば、非常に特殊系も伸びやすいので、もうこれ以上特殊系を、まあ、ある意味盛らなくてもいいのかなというところと、まあ、自分の得意な種族であるカラクリに対して強いというところも、まあ、評価点があるのかなという感じですね。星5個いう、うん、カラクリ特攻は出てない。出てないけど、まあ、20% くらいはありそうですかね。今川義元のカイドウの言うシーンが 20% だったんで、まあ、それくらいあってもいいのかなというところですね。あ、でも少し増加だから 10% くらいかな。うん。15% くらいですかね。うん。星4の少し増加が 15% くらいみたいなんで、15% くらいでしょうか。まあ、それでも強い特性だと思います。で、舞台特性が、同心陸力という特性だそうで、武将が、5人以上いるときに、木とあやかしへのダメージが、からくりとあやかしへのダメージが 5% 増加、平安限定ということで、まあこれも非常に強い特性かなと思いますね。まあ 5% 切るっていうのは、まあ少人数編成以外の場合ではありませんし、
あの強行とかだと逆に使いづらい面もあるのかもしれませんが、まあまあまあ、あって困らない特性ですよね。うん。まあ、平安限定ってところがちょっとあれですけども。はい。続きまして、橋姫さんですね。この方は、スキルが、主タンの炎毒、前列の敵すべてに術攻撃を行い毒を与える、対象が毒の時、強力な毒を与えるということで、確か毒が 5倍毒ですかね。で強力な毒が、10倍毒というふうに聞いた記憶があります。で倍率は確か 2. 点何倍だかっていうのを聞いた記憶がありますね。横列攻撃全然 2.1 倍ですかね。うん、2.1 倍の、5倍毒もしくは10倍毒を与えるということで、まあ、あまり、個人的には横列攻撃っていうのを使わないので、果たしてどれぐらい強いのかなという、思いはあるんですが、全身図が、非常に楽しい方なので、ぜひ当てたいなと思ってます。で、特性ですね。崩壊、臨機の恩。まあ、そうですね。まあ、あやかし家の湯だめ 50% 増加っていうのと、あと脅威の毎ターン生命力 20% 回復がついていると。そして、今回新しく、出た感じの、特性で、攻撃力が 15% 増加ということですね。なんかこれ、最終的に計算されるのか、武器が装備されてる時もそれが反映されるというふうに聞いてるので、無欠部分と合わせると非常に強いことになるのかなというふうに思ってるんですけども、まあ新しい要素のスキルですよね。うん、非常に面白いスキルだと思います。うん、まあ最近多い、まあライコーさんもそうですけども、スキルなんだか、いわゆる心眼系の特性ではないので、敏捷性を求める場合にね、鉛筆とかを乗せやすいっていうのが、まあ一つのいいところかなと思いますね。はい。はい。で、海岸特性ですね。新人の現れさんということで、まあ、あまり面白い特性ではないのかなっていうのが正直なところですね。はい。紫式部と同じ、海岸特性になってます。うん。まあ、確率は何パーなんでしょうね。気鋭の森が 50% で、新人の現れさんは、ウィキを見る感じではちょっと倍率が出てないですけども、まあまあそこそこ防ぐんでしょう。はい。で、舞台特性牛の国参りですね。武将が一人、あ、おさむさんこんばんは。こんな遅い時間にようこそおいでくださいましてありがとうございます。武将一人以上撤退してるとき、お晩でーすね。もうお晩という時間もですかね。うん、なもんだと思います。で、牛の国参りですけども、1人以上撤退してるときにスキルの効果が 5% 増加ということで、なかなか面白い特性だなと思いますね。まあ、これを使うんだったら、やはり、ね、そっちに寄せた、特性構成にした方が、強いのかなと思いますけども、ふんぬけですね。ふんぬけに寄せて、してあげるといいのかなと思いますね。個人、あ、伊賀栗慎吾さん、こんばんは。まあ、個人的にはね、妖艶の吸血鬼とか乗せるといいのかなと思いますけども、字面的にはね、まあ、ただ、まあ、どうなんだろうというところもありますから、まあ、ちょっと特性は考えないといけないですけども、まあ、非常に強い特性かなと思います。はい。残りの方々はちょっとざっとだけ触れます。まず明智みっちゃんですね。キリン、この方は僕当てたことなくて、まあ、ただ単純にすげえ強えよなっていうのは、感じますね。はい。まあ、本人育ててもいいと思いますし、何よりもこの特性がね、ちょっと壊れてるんでね、ノーリスク4ダメ 40% プラス現代兵器の装填速度 40% 増加という壊れ特性をしているので、まあ、これの移植先、移植をするのもいいのかなと思いますね。まあ、本人1体だったら1体ぐらい育てようかなと思いますけども、全体枠は結構埋まっているので、まあ、どういう風に差別化するかっていうのがちょっと今うちで言うと課題かなというところですね。はい。続いて浅野さんですね。まあ、この方は何と言っても特性五奉行筆頭が強すぎるというところですね。まあ、暴虐にかからず、かつ現代兵器が、あ、なるほど、うーん、そうですね。
弓矢波動、うん、弓矢波動、うん、五奉行筆頭ですね、まあ、とりあえずこれがとにかく強いのでこの人はもう何やっても平家アタッカーには困らないというところでしょうか。で、まあ、馬場さんですね、この方が一番何とも言えないのかなと、この中で言えばところですね、ランダム1から10体に物理攻撃を行うという特性で、かつ無傷の章ですね、この人の無傷の章がね、余ダメージ 40% 増加、生命力最大の時っていう、あれが、まあそうですね、自在要因ではありますけども、余ダメージ 40% がついてるのにもかかわらず、この一緒に明智みっちゃんが出てくるというね、この人はノーリスク 40% ですから、まあ、すごいその辺がかわいそうだなと思いますよね。うん。で、あと、ただね、この人はね、ちょっと裏、そうですね、スキル鍛錬が来てまして、まあ、ちょっと裏切り者感があるんですけども、同じランダム1から10体仲間である、藤林長門守様さんは、あの方も星5になれる素養がある方なんですが、あの方にはスキル鍛錬が来てないと。で、馬場信春さんにはスキル鍛錬が来たということで、少し裏切られた感が勝手に僕の中ではあるんですが、仲間だと思っていたのにっていうね。まあそうですね。ね、藤林さんにもね、スキル鍛錬の場を与えてあげてほしいと僕は、切に願っておりますね。まあ、せっかくなんでね、チラ見せしてきますけども。ね、たまには、ご尊顔を、ね。この方も同じ、このランダム1から10体ですからね。うん。もう少しこの方にも救いの手を差し伸べてほしいところでございます。はい、ということで、今回狙うのはですね、まあ星52人はどちらが出ても嬉しいですけども、個人的には見た目が面白いという理由から橋姫が欲しいで、星4はやはり明智みっちゃんと、まあ、浅野さんですかねが欲しいですね。ちょっと馬場さんはちょっと申し訳ないですけども、ちょっと範囲役割のかぶりとかいろいろあって多分海岸行きになってしまうかなと思うので、まあ、この辺の方が当たってくる、上4人がね、当たってくれたらいいなと思ってます。はい。ということで、まず、単発で、15回ありますけど、とりあえず10回回していきたいと思います。では参ります。レッツゴー。来い、来い、来い、来い。ゴーゴー。さあ、演出はありません。まず1人目、まあ、小手調べですね、この辺は。ちなみに見てなかったけど、まあいいか、なんか言うような特性だったら残念だなと思って、まあいいや、2人目いきましょう。2回目ゴー。さあ演出なし。さあどうなるでしょうか。昇格もなし。時よりのりさんですね。うんうんなんか最近どっかで見た。よし、では行きましょう。3回目、どんどん行きましょう。さあ演出はありませんね。え、出てましたよね、イベントでね。なんか最近どっかで見た顔だな。昇格？お、太田助政さん、この方ね、確かニューのはず。あ、ですよね。この方はニューですね。道を残しておきましょう。何かで使うかもしれません。さあ、どんどんいきます。4回目。さあ、演出はありませんが、どうでしょうか。あ、そうなんですね。お、昇格者、いいよ。元旦那がまた来た。そうなんですね。三好野さんの元旦那なんですね。では、いきます。5回目。さあ、演出はなし。さあ昇格もなし。時政頼さんですね。この方は威圧さんなんでいらないですね。
さあ行きましょう、6回目。あ、そうなんですか。へえ。サインスはありませんでしたが、昇格もなさそうです。へえ、すごい。そんな人なんですね。よっぽど好きだったんですね、三好野さん。さあ行きましょう、6回目。あ、そっち？あ、そっちっすか。太田さんじゃなくて。まあなんか場所が違うよなと思ってたんですよね。お、いいよ、昇格。また来たよ。この人、その佐竹家というか、その関東の方だよなと思って、なんか、ずれてるなと思ったんですけど、あっちですね。なるほど、なるほど。では行きましょう、8回目。ここまで星さんが3体ですね。まあ確率としてはそこまで悪くはないですが、演出もなし。さあ、演出ありませんが、昇格はしてくれてもいいんですが、どうでしょうか。あーっと、これは昇格なしですね。よりのりさん。この方ですかね、三好野の元旦那。おさむですね。なるほど、なるほど。さあ行きましょう。では、9回目。さあ、演出はなし。そろそろ演出が見たい。ですけども昇格もしませんね。この方はニューかな。ああ、やっぱりニューだ。技巧家ですね。まあちょっと今いらないんで一旦お帰りいただいて、では、10回目ですね。はい、参ります。さあ、演出はありません。キーのいいところだったんですが、そうですね、若干余り始めてますね。この方は迅速加段いらないですね。はい、ということでここまで、10回引きまして、星さんが3体だけですね、今のところ。うん、では、続きましては、まず10連を1回挟んでみたいと思います。ではいきます。さあ、演出が来るでしょうか。来い。さあ、演出はありません。あ、5人キープでね。なるほど、なるほど。1人目、2人目、3人目、4人目、5人目、6人目、残り4人、7人目、8人目、9人目、10人目。ぐにゃ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 。この方は多分ね、もう、鎮魂にもね、使わないと思うんで、もうお帰りいただきます。まあ、ここでもう一発10連いっておきましょうか。もう一回いきます。レッツゴー。さあ、これで合計30連になります。さあ、確定演出来い。演出はなし。10連強の力を見せてくれ。1人目、2人目、3人目出る、4人目、5人目、お、残り5人、先より1人多い、6人目、7人目、8人目、9人目。お、来た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 。浅野さんだ。ニュー。これはまあ勝ちですね、この方は。五奉行は勝ち。素晴らしい。わーい、よかったよかった。とりあえず、30連で、星4が1人ですね。ちょっと待ってくださいね。まだ枠はいっぱいならないと思いますが、確率通りですか。いやー、ちょっと星5を出したいですね。
さっき入手した太田さんをとりあえず突っ込んでちょっとでも枠を開けたいなと。あ、じゃあこの太田さんじゃない、この太田さんもね一応は育ててあるんですけど、どこ行ったかな。あ、いたいた、 9% で止まってる。止めてるわけじゃなかったと思うんでちょっと入れちゃいます。まあこの人全然使ってないですね、正直ね。育成はしましたけど全然使ってない方ですね。で、太田さん、あ、いたいた。ヤクロウの備え、そうですね、ヤクロウの備え、何を考えたらこんな特性になるんだ。誰が考えたらこんな特性になるんですかね、マジで意味ないやんっていう。何を考えたらヤクロウの備えなんかになるんだ、マジで。さあ、ここまで30連してきましたが、残り5枚、まず、紹介状がありますからこちら回していきたいと思います。ではレッツゴー。あ、ちなみに今日天井まで回す気はありませんので、あしからず。さあ、演出なしで昇格もありませんでした。では32回目、そうですね、レインボー見たいですけどね。どっちにしろゴールドでも演出はありません。そして昇格もありませんね。お、ニューですね。武将図鑑が、ちまちまと埋まり始めております。では33回目、レッツゴー。さあ、演出はどうですか。ありません。CV ですね。さあ、残り2枚、34回目参ります。さあ、演出なし、しかしまだ分かりません。こっから2段階昇格することもあってもいいんですが、今回はありませんでした。さあ、紹介状ラストですね、35回目参ります。さあ、演出はありません。コントレールさん、こんばんは。はい、ということで、ここで紹介状がつきましたと。コントレール、こんばんは。こんばんは。さあ、ここか、あれ、これってなんかこのガチャ表のなんかありましたっけ。あんのか。どうしよっかな。なるほどね。これイベントの周回報酬か。ですよね。周回してねえんだよな。あ、これですね。まあまあ1枚ぐらいならいいでしょう。ここでもう一発10連いきましょうか。では、まあ、今回はね、星4誰が出ても大体、まあ、ババミノは微妙ですけども、まあ、あのみっちゃんとか出ても大体当たりなんで、あんまり臆せず引いていけますね。ではいきます。ボインでー。さあ、演出は残念ながらありません。しかしまだ諦めてはなりません。1人目、2人目、3人目、
4人目、5人目、お、残り5人です。6人目、7人目、8人目、9人目、お、来た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 、みっちゃーん、ありがとうございます。みっちゃんが来ました。キリンが来た。カールさんこんばんは。キリンが来ました。カールさんこんばんは。キリンが来ました。いや今回ちょっと10連の方がいいかもしれないですね。ということでもう10連いっちゃいましょうかね。もう意思なくなっちゃいますけど、さあ行きますよ。演出はなしですが、さっき2回とも演出なしで星音が出ています。1人目、2人目、どうでしょう、3人目、4人目、5人目、6人目、7人目、残り3人、8人目、9人目、どうだ、はい、はい、まあそうは問屋が下ろさないと。おや、ちょっと画面の調子が、おや、画面の調子が、今何も映ってないですか、なんか画面の調子が悪いんですけど、むむむ、なんか変な音がしましたが、今ちょっとすいません、機材トラブルが発生しております。いつものユッキーやれ謎の石像力クルー www。何かが失敗しましたね。下継ぐ。ん？何の音もしなくなりましたが。ユッキーなどのバックグラウンド音楽 W。ファーンっていうね。おさむ www。お、すいません。ちょっと画面が、すいません。ゲームがちょっと固まってました。すいません。ちょっと待ってくださいね。今復旧しますんで。今復旧中です。少々お待ちください。あ、すいません。お待たせしました。いや、すいません。なんか急に画面が固まっちゃいました。多分バグですね。あ、すごい。なんかバグで石が増えてる。なんかバグで、今日ガチャ引く前と同じぐらいの石の量になってる。あれ石が。おかしいな。さあ。気を取り直して10連いきましょう。さあ10連いきますよ。あれれ、さあレッツゴー。不思議ですね。え、どうぞお帰りなさいませ。来い、せっかくなんかバグで石増えたんだから来い。1人目、2人目、3人目、4人目、5人目、残り5人、いいですよ。6人目、7人目、8人目、9人目、10人目、おい。これは悲しいですね。さあ、まあ、まだ引く予定ではいますが、ここでちょっと単発にまた切り替えて、まあ、65回と中途半端ですから、5回分単発引いていきましょう。レッツゴー。確定来い。今回はですね、虹が出てもどちらか分かりませんし、そっからのガチャ運もあるんですよね。そして、当然のごとく確定はありません。お、早いよ、これ早いよ。お、来た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 。浅野さん2人目、毎度。おめでとうございます。いいね。だから、じゃ、シューバらしい。
ただ2人目以降は若干どうして早いだけではなかったですね。2人目以降は若干どうしていいか悩みどころになってくるのでみっちゃんに来てほしいですね。そろそろいいですよというか橋姫が早く出てほしいください。やだよトレード機能とかねあったら全然放出するんですけどね、うん、トレード機能がないですからこのゲーム欲しい。いいでしょうでは行きまーす。単発参ります。もしかしたら今単発の流れになってるかもしれないですね。さあ演出はありません。お、いいですよ。はい、まあね、まあここはしゃあないですね。続いてまいります。68回目。ちら出てきてもいいのよ、隠れてないで。今このね2時半っていうのが個人的なあのオカルトですよ。オカルトなんですけど個人的には一番僕の運気が高まってる時間のはずなんでこの間に引きたいですね。この2時半前後5分ぐらいずつがね個人的に一番運気が高まってる時間と勝手に思ってるんで。吉野国参り、さあ昇格もなさそうです。さあ次で70回目ですね。負の運気、いやいやここは勝ち運をつけていきたい。さあ70回目です。どうか。演出はありません。しかしまだ諦めてはなりませんよ。そして昇格もなし、それは悲しいな。さあここで10連に戻りましょう。71回から80回目までを10連で過ごしたいと思います。では参ります。来い、演出をまず見せてくれ。なし、うん、演出なし。1人目、2人目、3人目、4人目、5人目。お、残り5人、いいですよ。6人目、7人目、8人目、9人目。きた、きた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 。浅野さん3人目、先読め、あざーす。浅野さん3人目ですか。少し困る人数になってまいりました。馬場さんどこ？いや来なくていいですよ、馬場さんは。できればみっちゃんの方が来てほしいんですけどね。星4だったらですけどね。さあ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。さあ確定演出、確定演出、確定演出なし。はい。1人目、2人目、3人目、4人目、5人目、6人目、7人目、残り3人しかいません。8人目、9人目、10人目。なんか5体ぐらいで来るとなんか当たってる感じがするんですが。ぐぬぬぬ。はい、もう無言で開眼しに行きますけども。下鶴門
もうすぐでフル海岸ですね。そうですね、別にフル海岸する予定は全くないんですけどね。素敵なステッキさんはこの辺に行きたいと。てかなんか海岸市販がなんか1枚、海岸大市販が1枚余ってるので。誰かに適当に食わせたいところなんですが、まあ誰を育てるかというところですね。ここでいっか。さあどうしようかな、どうしようかな、この後足早いでしょう。うちのおや、またちょっと、あ、これちょっと待ってくださいね。本格的に一回再起動しないといけないやつになったんで、ちょっとお待ちください。これね、このいわゆるね、このナウローディングがついて何も起こらない画面ですね、これ。これマジで再起動しないといけないやつです。ちょっとお待ちください。これね、このバグね、ほんとね、やる気なくなるんでやめてほしいんですよね。何がどうなってこのバグになるか分かんないんですけど。そうだね、一回限りの方をね、手を出すというでもあるんですが。おや、音が消えた。バグかな。下次1回限り、次いつ復活するのかな。ねえ、あの復活するタイミングで僕も多分全部切りますけどね。まあ、特にあのスカウトチケットですね、こちらを切ると思いますね。あ、おっと、間違った間違った、画面を切り替えるタイミングを間違ってしまった。まあいいや。なんだ奇跡増量キャンペーンって初めて聞く言葉だな。まあ何も見なかったということで、まあ、なんかまた謎に石が増えているので回していきましょう。ああ、なるほど。あ、ユッキーさんどうも。10連いきます。ゴー。ある意味これ天井なんですけどね。星4だけの収録ガチャだったら100回って。さあ、演出ありませんでした。1人目。2人目。3人目。お、残り7人。これはいいですよ。4人目、5人目、6人目、7人目、8人目、9人目、来た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 、みっちゃーん、キリンが来た。よかった、早いだけじゃなくて。キリンが来た。素晴らしい。ババさんはちょっとうちにはいらっしゃらないですね。まあ、藤林さんがいるんで遠慮されてるんじゃないですか、ババさんも。さあ、どうしようかな。こっから、じゃあ、沼を見そうですが、単発を引いていきます。で、何か出たら終わります。ということで、今から単発を引いていきます。レッツゴー。何か出たら終わりますね。星4以上が出ております。
うん、ちょっと今口がトロトロですけど、大正義単発。お、いいですよ、初っ端から終わってもいいのよ。そうは問屋が下ろさないと。さあ行きましょう行きましょう、どんどん行ってね、もう早く寝ないといけないですから。しかし本当ね、確定演出来ないですよね。今日で一応4枚引いたんですかね、あの星4、5枚か、5枚星4を引いてて1回も確定演出なしですからね、どうなっとるんだと。確定演出は何なのかと問いたいところですが、床屋、あ、そうなんですね。まあ皆さんもね、連休でお休みの方も多いと思いますが、僕もそろそろ髪切らなあかんかな、いいかな別に。さあ、昇格はしましたが、残念ながら星4以上ではなかった。いや、橋姫引きたいな。まあ、ちなみにですね、橋姫引いてもですね、運用は何も考えてません。はい、まだライコーさんの方が考えれるかもしれないとりあえず何となく欲しいなっていう、またいつもの悪い病気が出てるだけなんで。さあ、演出は全然来ないです。半干渉枠ですね。お、いいよ、早いよ、早いだけ。さあ続きましょう。まああのね、同じ、前列全体で言うと、アタックオブツリーモミの、え、アタックオブ、お、来た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 、星4確定、やっと来た。さあでもこれ星5もまだありえますからね。出たで出たー、出たー、ババさん来たー、来ちゃーこれで星3、あ、じゃない、星4コンプリート。はい、このお三方はコンプリートしましたはい、ということで、まあ、後ろでポチポチやってますが、もうクロージングトークに入ります。皆さん、お越しいただいてありがとうございました。残念ながらですね、今回あの星5ですね、ライコーさんも、あ、橋姫の方も、引くことはできませんでしたが、ありがとうございます。まあ、一応ですね、あの星4としては計6枚引けたのかな。ある意味確率ではそんなに負けてはない感じですね。あ、今下津さんから小さなハートをいただきました、ありがとうございますね。こんな頑張ってもいいですから拾っておきましょう。まあね、星5天井で狙うものね。あ、今修礼さんから大きなハートをいただきました、ありがとうございますね。こんな頑張ってもいいですからしまっておきましょう。なんとか入りましたということで、まあ、その天井理論あると思いますが、ね、某、お方のツイートを見まして、9万ぐらいかかるというので、300天井やっぱちょっと高いですよね。天井が9万って聞いてギョエーと思いましたね。そんなかかんのと思って。まあ、今はね、増量キャンペーンやってるから、それでもマシな方って考えるとなかなかきついですよね。まあ、今回105回回したわけですけど、それでもね、まあ、ぶっちゃけた話、2万円以上は飛んでいってる、まあ、飛んでいってるので、まあ、そんなもんかっていう感じですよね。なんで2万円も飛んだのかは知らないですけども。あ、マジっすか。はい、ということで今回当たった方々ですね、浅野さんから始まって一応6人、出てます。浅野さんが3人、明智光秀が2人出て、あと馬場さんが1人ですね。まあ、確率的に言います と、星4確率が 4% ですから、
まあ、100回回せば4人出るぐらいの確率なので、まあ、6人出てるのはまあ確率的には勝ってる方かなというところですね、うん。まあ、今回あいいですね、紹介状溜め込みましょう、どんどんね。僕みたいにさらさらこんな何でもかんでも回してるようじゃね、紹介状も一切たまらないですから本当ダメですよ、こんなのはダメの手本みたいなもんですからね、うん。はい、ということで、まあ、今回のガチャはですね、まあ、ちょっと馬場さんが、まあ、馬場さんのね、ファンの方というか、まあ、武田系好きの方には申し訳ないですけど、やっぱちょっと使いづらい印象ありますが、それ以外の方、星4、2人は当たりの部類ですのでですね、まあ、回しやすいかなと。まあ、雷光さんも強いですし、うん、まあ、橋姫はちょっと使いづらいですけどね、まあ、見た目が面白い。ね、炎のフレイルみたいなの持ってるのが非常にいいなと思って。見てますけども。はい。ということで、本日の配信では、まあ、とりあえず星4が6体出たよと、105回で星4が6体出たんで、一応確率的には勝ったけど、狙いの星5武将は出ませんでしたというところですか。まあ、もしかしたら、もしかして、いつか、また、そうそう、ヒット、いっぱいでもない。もしかして、もしかして、また何か配信するかもしれませんが、まあ、その時はまた来てやっていただけると、まあ、外れても私の心が少し、こう落ち着きを取り戻せるかなというところですね。はい、ということで皆さんもガシャはほどほどにね、この短時間で2万円3万円っていうのが一瞬で飛んでいくという恐ろしいものですから、はい、皆さんもガチャの運用はご計画通りに、なんかちょっと言葉がうまく出てきませんけど、はい、ということで本日は終わります。すいません、中身のないただのガチャ配信でお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。では失礼します。失礼します。